笑い話読み聞かせ絵本自由で元気な心を育てる笑い話。笑い話読み聞かせ絵本には日本の昔話や落語の中から思わず笑ってしまう愉快で楽しいお話20話が収録されています。ありそうにない奇想天外なお話には大人も子供もついつい夢中になってしまいます。笑い話には人を引きつけ元気にする不思議な力があるのです。さあ今日から笑い話を読んで自由な発想と伸び伸びとした元気な心を育んでいってください。